人と楽しく賑やかに歩いて、原発反対の声を上げ、それとともに皆さん方に日常を思っている事柄を聞くと、わめきたて、ちょっと風が強いから何にも屈さないぞっていうつもりで頑張っていきましょう。相変わらずコアなメンバーで、しかもデタラメな人たちがたくさん集まって、今日も大成功な気がします。はい、一日よろしくお願いします。それでは名取君にお話。あ、皆さんこんにちは。文化部国務次の名取と申します。今日は集まっていただいてありがとうございます。原発事故が6年経ちました。6年以上経ちました。そして私たちの以前の、デモが6ヶ月前、その6ヶ月前から比べて、原発事故の、避難区域というものは、6ヶ月前からも、小さく、狭くなりました。その一方で事故は、収束してません。事故の被害である、原発の建屋 の、の汚染水の拡大、そして果ては、原発被害から、避難している人々への、いじめという形で拡大拡散しています。先日のニュースで、日本が核兵器の禁止条約のからの交渉からに不参加するというニュースがありました。そのことが示しているのは、日本が今からも核の管理国の一員として世界の中で振る舞っていこうという表れだと思います。日本は原発政策、核政策の初めから、ですが、その中でもアメリカの、との関係に規定されて、核政策は、そして、その管理の中で、この核政策を進めてきた。そして日本は核の管理国であると、自認してたわけですね。それが原発事故で、信用が失われ、取り戻して世界で各管理国として大きな顔で、他国を批判して、そして原発の輸出で金儲けするために、事故の被害を、隠して犠牲そのものを、なかったことにしようとしているんだと思います。今までちょっと国のことばかり喋ってきたんですが、一方私たちは、ここで、東京で生きていて、やっぱり原発事故以降そういうことにも、無関心でいられ、ここに生きているということにも無関心でいられなくなったと思うんですね。でそれは、やっぱり都市と地方との関係とか、それは原発だけでなくて沖縄にある、米軍基地の問題もそうですが、やっぱり自分が生きていることにすら、ここで生きていることにすら否定的になってしまう、状況、気持ちになってしまうと思うんですけど、やっぱりそこをやっぱり向き合って、否定的でない自分たちの在り方がどうできるのか、どう示せるのかっていうのが、やっぱりこういうデモで、表せるかなと思ってます。今日は、一緒に声を上げていきましょう。よろしくお願いします。復興大臣の避難はとかいうのはね、ふざけた話ですよね。原発事故さえなければ避難する必要なかったんですけどね、まあ、ということは置いておいて、先頭に若い2人がマナーを持って歩いてくれます。そのすぐ後ろを名取君の自転車が行きます。ここにはマイクがあります。皆さん、自分の喋りたいこと、伝えたいこと、このマイクを伝って自由にお話しすることができます。アピールのある方、先頭の名取君のところのマイクまでお願いします。その後にしばらく下を
詩人くん、そしてその方モニターとして DJ の肥後さんが歩いてます。ここからあのご機嫌な、今日はちょっとクラシックっぽいファンクが流れていきます。息が上がること間違いなしどうぞ。その後ろにまた今度はおちょこがマイクを持って進んでます。ここでも喋ることもできます。そして鳥はおなじみずんどこむうたがめちゃくちゃやってくれると思いますので、関わり合いになりたくない人は前の方一緒に大騒ぎしてやるぞっていう人はぜひ混ざって大セッションで歩いていきましょう。それではもうすぐスタートですからよろしくお願いします。
その被害は今も、拡大拡散され、
I'm gonna make you mine.
やめろ、あれやめろ、なんだろうやめろ。私たちは今一度ここで声を上げることによって立ち止まり、原発の危険性、原発いらないということをここ国分寺から訴えていこうと今でもしています。皆さんも原発いらない気持ちがもしあれば、私たちに加わって原発いらないという声を一緒に上げていきましょう。
いらないずんどこ国分寺です。原発の被害が
¡Gracias!
Thank you.
bailo, un bello bailo, un bello bailo, un bailo, un bailo, un bailo.
らない原発無駄ない。国分上文通報士の皆さん、私たちは原発無駄ない、今度は国分上文通報です事故の、記憶にまだ残ってると思います、原発のない社会をもう今一度、考えるために私たちが、ここで集まって、声を上げて、皆さんも、原発いらない声、上げ続けていきましょう。
Yeah.
もうすでに苦情入ってる。でも大丈夫大丈夫。こっちに前にスピーカー行かないで。はい、オッケーオッケー。イエーイ、全国グランモンスター。ホラ吹き。ホラ吹き。皆さん、ぜひホラ吹きをコールしましょう。じゃあ写真担当した。あれじゃあ写真。ずんだこグラムたと一緒に写真。ね、イタリア角の屋上のオレンジャーショー的な感じでね。はい、よろしくお願いします。オレンジャー。撮りますよ。はいはい、来てください。おちょこさん。はい。ね、ゆきおさん。かっこいいな。はい。行きますよ、入って。はい。チーズ、もう一回いきます、もう一枚、はい、チーズ、はい、ありがとうございました。すごいね。でもね、ほとんどの参加者で記念撮影で初めて見たから、さすがずんどこグラメーターだね、これね。いや、恐れ入りました。今日もありがとう。いや、今日は暑かった、本当お疲れ様でした、皆さん。途中ちょっと雨も降ったりなんかしてね、心配しましたが、よかったですよ、本当小雨で。ちょっと気持ちいいぐらいでしたね、帰ってね。曇りになったり晴れたりして、うん、なんか本当初めてこの南口から南口の一周のコースをやって、
まあ、1時間ぐらいのコースだったと思うんですけれども、もうね、国分寺の、まあ、このしみったれたね、くそつまらない路地をね、ぐる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 やって、我々は非常に楽しかったですね、これね。もういいんですよ、こういうデモは。自分たちが楽しければ。で、それが街中の人にどんどん感染していけばいいんだから、結局はね。ああ見てくれる人がどうこうっていうのよりも自分たちが楽しむのがまず大事かなと思います。うん、イエーイ。そんなわけでこのデモも前回の10月1日から、うん、半年経ったのかな。そうね、4月だからね。でその間に原発をめぐる情勢っていうのはいろいろありましたね。振り返ってみるともう10月の時にモンジュの廃炉、これがなんか報道され始めて、で12月にモンジュの廃炉っていうのがまあ決定されたということがありました。でモンジュとね、その六ヶ所村 の核燃サイクルっていうのが、まあ、何しろ危険なこのサイクルになってるわけ でそこがまあ入るというのは、ああよかったなと思ったけど、すぐさまね、もうその後釜的なフランスのアストリッドがどうこうとか、そんなのがあって、もう全くやめる気がないっていう、まあ、そういうがっかり感あったし、あともう再稼働については、まあ、来月に高浜34号とかでしたっけ、詳しい人 いっぱいいるでしょうけど、高浜34号の再稼働がもうほぼ5月で決まってると、これもね、もうなんかもうしょうがねえなみたいな空気がもう ほぼ充満してるような感じで、まあ、友達なんかにね言っても、もうそうねみたいな感じの人が多いですよね。まあ、ここにいる人みんな違うと思うんだけど、で再稼働も、まあ、我々ね、この東京の人にとってみたら、まあ、日本中全部気になるわけだけど、柏崎刈羽の再稼働っていうのがやっぱ注目されて、それも2019年の4月を目標とか言われてますよね、証拠りもなく。で柏崎ってあれでしょ、プルサーマルで、まあ、結局核燃サイクルをね一体化で進めてるし、まあ、東京のこの管区で再稼働を進めちゃうっていうのが、まあ、最終的な狙いではあるんでしょうね。でそれと、まあ、あれ全部先言えばオリンピックっていうのがあって、翌年に控えてるから、まあ、柏崎刈羽も稼働すれば、もうオリンピックもね、始める頃には、もう原発の事故なんか大したことなかった、もう全部収束しましたとかね、言い切るつもりなんだろうけど、まあ、そうは問屋を下ろさないとね、我々みたいなね、もうそういう不満分子が、やっぱりどんどんさ、言っていかないと、もう本当に絶対事故をまた起きますよね、ほっといたら。本当そう思うんですよ。だからこれ、だってその半年の間、ちょっと長くなって申し訳ない、寒波金申し訳ない、小学生、構いません、すみません、遅くなって、おちょこさんと、この人、ようこさん、はい、この間の使い道としては、ちょっと後でゆきおさんから報告あるけど、大事に使わせてもらってますんで、ちょっと、とりあえず、すみません、待ってもらって、皆さんの寒波と賛同金のみによって成り立っております。やってますよね、はい、ほとんどがチラシやバッテリーということです。そうですね、チラシ代とか印刷代、今回あのね、ずんどくグランムッタさんの素晴らしい演奏もあったんですが、こっちの音の方も結構いい音になってたと思うんですよ。これなんかちょっと、まあ、ヤフオクとかでちょっといいラジオを買ったっていうのがあって、1000円ぐらいの、そんなありました。でまあ、半年間の間にその再稼働のこともあったし、あとはあれびっくりしましたね、高浜3号のクレーン落下事故あったじゃん、バジャーンっていう、あれもびっくりしたし、あとは 福島沖で震度ななマグニチュード何点かの地震もありましたよね。あれ2月ぐらいでしたっけ。であれもだって福島第二のね、どこ何号機だかのプールが冷却停止になったでしょ、1時間半。いやー、もうこんな短期間でね、そのクレーンは倒れるが冷却水は大した、だって地震で止まるっていうのはちょっとあれ腑に落ちないですもんね。まあ、そういうことがどんどん起こってるってことで、もうこれはなんかもう事故が近いんじゃないかなっていう気がどうしてもしちゃうんですよね。これ止められる方法はなんかないのかなって言っても、一番なんかこう良かったなって思うのはもうあれね、東芝がもう経営がまずくなったっていうのが、まあ、そういう理由ででしか多分彼らは気づかないんだと思うんですよね。経済的にこれ回らんとか、
これじゃあ元が取れるとか草が叩くとか、うん、まあそういう、まあ、消極的な理由だけど、まあもう何でもいいから止めてくれという感じがありますが、じゃあカンパすいません、ありがとうございます。まだこの後も集めますけど、でまた多分半年後ぐらいにやると思いますので、ぜひぜひまたあのブラブラっと集まっていただけたい。やっぱみんな集まった方がこれが面白かったりするんで、はい、でも良かったよね、面白かったよね、はいはい、僕の方から以上でした。はい、知人からでした。はい、じゃあゆくさんと、アピールある人、はい、どうぞ。あ、すいません、あのアピールっていうか宣伝なんですけど、今度の土曜日、来週の土曜日22日に、駆け込み亭というところで、まあ、ちょっとライブイベントをやりますね。生きてれば待つという名前でやります。駆け込み亭というのがあって、あの口の奥の方になんかマスターおじさん座ってますね、現場の人ね、まあ、そこでちょっとまあ、やりますっていう、それで、まあ、それで0円ショップっていうのとかね、ちょっとやりたいなっていう、ちょっといろんなものとか持ってきてもらったらと思います。投げ銭でやりますんでね、そんなにお金かかんないんで、駆け込み亭でちょっと飲んでてもらいたいなと、ね、まあ、デモに行くよ、知らない人に言うと、まあ、デモに行くような人とかに集まるようなお店ですから、もういろんなね、妖怪みたいな人いっぱいいますからね、来てもらえばっていう感じです。あと長野からバンドが来てもらったりします。あと、まあ、ロバート・レピーコさんっていう、まあ、知る人ぞ知るミュージシャンというかね、結構いろんなデモでもね歌ってる方が来てくれたりとか、あと縄文ディランさんっていう、またこの歌知る人ぞ知るね、そう社会派の、歌い手さんが来てくれます。はい、あ、そうですね、この駆け込み亭のねチラシに入ってます。あ、現場の人来ました、現場たちが来ましたね、それでそういう感じでここに入ってるんで、よかったらね、ここにこれ書いてあるんで持ってってください。はい、ありがとうございました。7時半からです。はい、はい、7時半からじゃあペッピッとする。その前にちょっと言い忘れてても大丈夫、肥後さんの DJ 今回もありがとうございました。はい、肥後博さん、この後横浜でライブがあるっていう話で、もしね、もういい、うん、はいはい、ありがとうございました。肥後さんもご近所です。はい、日の出町ライブで、あとちょっと待って、おちょこさんの、じゃあおちょこさっき最後一番遠いんで、こんにちは、ペーさん、どうもありがとうございました。楽しいデモでした。私これから今夜地球屋、国立の地球屋でライブです。弾き語りをやります。よかったら来てください。九州からアンドロイドフィードバックという、素敵なバンドが、ご機嫌な感じのロックバンドが来ますので、そこのバンドとツーマンでやります。よかったら地球屋に来てください。とりあえず飲みには行くんでしょ。とりあえず飲み、はい、はい、地球屋ね、この後ペピータさん、はい、どうぞ。まあ、原発と直接は関係ないんですけど、皆さんご存知だと思いますけども、 MX テレビのニュース女子というのが1月2日にひどいデマを流しました。それで私たちは1月から、今まで11回毎週木曜日 MX テレビ前で MX テレビ反省しろということで抗議活動を続けております。それで本当は私今日は新宿でデモをやっております。MX 前だけで訴えてもあまり効果ないんじゃないかということで、今日はデモが企画されて、私はこっちの方最初予約してもう行くことになってたんで、そちらには行けませんでしたが、引き続きデモは許せないと。もう日本中デマが飛び交ってますよね。もう安倍政治はもうデマの連続ですよね。だからそういう意味でも、今度は4月の27日木曜日18時半から1時間MX テレビ前でまた抗議行動やりますので、もしお時間ある方、半蔵門線、地下鉄半蔵門駅から近くですので、よろしければ足をお運びください。以上です、どうもよろしくお願いします。はい、皆さんお疲れ様です。カピバラのお母さんです。今年は国分寺市長選挙があるんですけれども、7月の2日の都議選の、日
と同じ日ですね。で今国分寺市でここに集まってる皆さんに一番関係あることかなと思うのは、脱原発のグループが国分寺祭りに出展できないという問題がもう3年起こっていて、東京弁護士会からもそういう憲法違反の表現の自由を奪うようなことはしないでほしいということを国分寺市長及び、祭りの実行委員会に、訴えが来てるんですけれども、それを返答を無視して改善しようともしない、まあ、市長の言葉で言うと実行委員会に任せているからっていう言い方をするんですけれども、でもやっぱり憲法を守っていくっていうのは、市民の声も大切ですし、やっぱり市を引っ張っていく人がどういう考え方をして憲法を市政に生かしていくのかっていうことが最も問われることだと思います。そういうことを一緒に考えて共有していく取り組みを今していますので、今日いっぱいリーフ持ってきてますので、もしまだもらってない人がいたら私のところにもらいに来てください。では一緒にパレードや学習紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。こんにちは。私はもともと地元が国立なんですけど、今は一人暮らしで立川に住んでて1年目になります。と立川で、来週あるデモの告知をしたいと思います。立川自衛隊反対、反対っていうか自衛隊監視テント村っていうところが企画している C1 ジェット反対デモっていうのが18日火曜日の、午後2時半、諏訪の森神社北側路上集合であります。このデモはもう30年以上毎月続いてるっていうすごいデモで、私最初に参加した時結構びっくりしたんですけど、すっごいもうこの今のデモみたいに超ローカルな少人数中の少人数のデモで毎月やってるから3人とか5人とかの時もあるみたいなんですけど、私はなんか近所に住む友達を誘ってピクニックしてからそのデモに参加しようとか何回かやってて、 C1 ジェットっていう軍用の輸送機みたいなでっかいのが本当に低空飛行して立川の市街地を飛ぶんですね。でそれはまあずっと毎月1回あるのに合わせてデモを反撃してやってるっていう、そういうデモですごくマニアックなんですけど、すごい大事なデモで、と一緒に歩いデモで歩いてる時自分のすごいもう近いところに、ま、真上に低空飛行して C1 ジェットが飛ぶっていう体験もしました。すごく自分が住んでる町が戦争の近い戦争の訓練をしてる町なんだっていうことが実感できるというか、本当はしたくないけどそういうことを考えさせられるデモで、最初参加した時に衝撃を受けました。なのでぜひ18日の来週の火曜日、その C1 ジェット反対デモ、まあ、その日に C1 ジェット飛ばない、なんか最近 C1 ジェットじゃなくて別のに取り替えるっていうことで C1 ジェットって飛んでないみたいなんですけど、それでもやっぱり軍用機はいらないし、自衛隊基地も戦争のための基地なのでいらないっていうことをネバネバと言っている小さいいいデモなので、ぜひ参加しに来てください。来週の18日火曜日2時半立川の諏訪の森神社北側路上集合です。よろしくお願いします。いいですか。実は、さらば安倍パーティーということで、路上 の中央線の駅前で、もう安倍自民はやめてくれっていうことで、ちょっと早い送別会的なものをよくやってたんですけど、まだなかなか出ていかないし、こんな共謀罪とかなんとかいろんな問題がある中でもご利用しようとしているこの状況に何とかして、食い止めたいという声を上げたいということで、今度は、平和路上アート展ということで、アートで平和を歌おうということで、三鷹の駅前で明日1時から5時ぐらい、みんなから出品してもらった絵ですとか、あとクイズやってくれる方とか、いろんな作品を見ながら、ちょっと横丁の方でみんなでいろいろおしゃべりしたりとかっていうようなイベントをやりますので、もしお時間あったら途中でちょこっと寄っていただくとかでもいいので、作品を見に来ていただけたらと思います。もう街でね、平和の平和のアートで平和のね、表現を、広げて、いきましょうということで、よろしくお願いします。絵をね、上手くなくてもいいんで、平和をテーマにした絵を描いて
持ってきていただければ展示しますんで、私も今回ね久しぶりに絵を描いたということでね、他にも知り合いの子供の絵とかね何枚か集まって、イカさんも大作のね顔出しこれ今制作中ですごいでかいですけど段ボールで作ってこれどうやって持っていくのかっていうのが結構笑えると思うんで、そう、あと当日ねみんなでね一枚の絵を描こうっていうそういう企画もありますんで、ぜひ、気軽にご参加よろしくお願いします。お時間をお借りしましてちょっとアピールしたいと思います。ホットスペース八王子という精神障害者の、共同作業所で僕も当事者なんです。アピールしたいのは、共謀罪と同じようにあるいはちょっと前に、2月の28日だったかな閣議決定された精神保健福祉法の改悪案、これが国会で、調停されています。でこの改悪案というのは、山瑠璃園事件を口実にして、措置入院制度を強化するというとんでもない、法律に変えられようとしています。今現行で医療観察法というのがあります。これは、障害罪以上の、法を犯した、精神障害者に対して特別の法廷を作って、事実関係なんかどうでもよくて要するに精神障害の、恐れのある人自傷疑いの恐れのある人を、医療観察法施設に萩山のところにありますけど武蔵病院の敷地の中にこの近くではあるんですがそこに、その方が、二度と同じ、過ちを犯さない間、収容するというそういう法律ですけれどもこの精神保健福祉法ではそこまで罪を犯していない人措置入院という形で、例えば詐欺罪だとか窃盗罪だとか、詐欺罪で無銭飲食もそうですけれどそういう、罪を犯した人が大体措置入院になっちゃうんですけれどそういう方が措置入院の、措置が終わった後退院した後も死ぬまで監視し続けるという、体制が作られてしまう。行政を主導にして行政が医療機関やあるいはホットスペース八王子のような地域にある事業所ですね僕らは就労継続支援 B 型の事業所ということで工賃作業とかやったり週に 2,3 回しかやらないんですけれどあんまりやりたくないからみんなそういう事業所に監視させるそして報告書を提出させるという形で死ぬまで監視し続けるという改悪案なんですね。だから例えばその方がもうこの例えば国分寺に住んでてもうそういう監視が嫌だから例えば九州の福岡なら福岡鹿児島の方沖縄の方に引っ越ししたとしてもそこの自治体が引き継いで監視をするというだから逃げることができない。もし逃げようと思うんだったら医療にかからないそれから、福祉サービスを受けないとにかく行政と関わらないような形にならない限りは死ぬまで、監視されるという、そういう法律に変えられようとしています。しかもこれは互いの恐れがあるだけでそうなるんで例えば今日みたいに原発に対して反対だという執念的執念を持って、活動する人たちに対してこれは非常に互いの恐れがある人だというふうに認定されれば結局こういう活動している人たちも措置入院にさせられてでそのまま一生監視しされ続けるというそういう、改悪案なんですね。それでぜひ皆さんとも一緒に力を合わせてこの共謀罪やだこの精神保健福祉法の改悪案に対して絶対に、通過させない廃案に追い込むという形で皆さん力を合わせて戦っていきたいと思います。ちょっと話が長くなってすいませんでした。はい、どうも。
天徳らの岩下といいます。先ほど多摩地域名でっていうビラを配らさせてもらいました。で、天徳らっていうのはもちろん反基地運動メインなんですけれど、ただ結成当初からずっと三玉の労働運動と反基地運動を結びつけていきたい、そんなふうに考えてまたやってきました。で、最近新聞で残業 100時間規制なんていう見出しが出たのはご存知かもしれません。ところがですね、労働基準法は毎月45時間までです。そういう法律がありながら、今政府はなし崩しに100時間の労働残業を認めようとしている。1日8日8時間働いているとしたら月160時間ですよね。それに対して260時間になるっていうと、とんでもない話です。過労死の限界っていうのが45時間と言われている、あるいは50時間とも言われている。それが100時間まで働いていいっていうことをもう片方で言うっていうのはとんでもない話です。雇用が崩壊しているっていう背景があります。賃金はどんどん安くなる、首は切られる、そんな状況で労働者たちがちょっとがっかりしている、そんなふうなことに追い打ちをかけて、もう一つ45じゃなくて100と言いましたが、そんな残業をさせながら、そして全体として労働賃金をこう圧縮していく、生活を小さく縮めさせていく、こんなことは許せないと思ってます。ぜひこの地域命令っていう形で、首を切られたりなんかしている3つの葬儀団と4つの葬儀団、そんなところを軸にしながら抗議行動を展開していきたいと思っています。4つと言いましたが、4つ目は沖縄に機動隊を派遣して、で沖縄の戦いを抑圧している、そういう立川に4機第4機動隊っていうのがあるんですけど、そこが4つ目の春季闘争のターゲットになっています。一緒に戦ってくださることをお願いしたいと思います。どうもありがとうございました。あとは大丈夫そうですか。ね、大変そうな話、なんかライブの告知とか、そのお店の告知とか、子供が生まれましたとか、結婚しました、はい、新入学おめでとう、はい、で、カンパありがとうございましたね。たくさん集まって助かります。また会計報告はFacebook とか、Twitter はやってないけどね、 Twitter では流したけど、 Facebook 的なとこですかね、よくわかんないけどね、はい、はい、そういうことでカンパありがとうございました。次半年から1年後になると思うんですけれども、またずんどこ国分寺でフェイスブックで上げさせていただくんで、あと今日すごい映像がよくって、特にレインボー、それからずんどこムーターの方たち、すごいよく撮れてます、集合写真も。なんでフェイスブックにこの後上げまして、あと YouTube でも多分上がると思うんで、ぜひ遊びに来てください。そう、それからこれからの予定なんですけれども、みんなそれぞれいろいろ予定があると思うんですけど、よかったらちょっとたこ屋に行って飲みませんか。今3時45分なんですけど、4時半にたこ屋って、そこの駅のロータリーの手前のところを、モスバーガーの方に入ったところ、左側にある地下のお店なんですけれども、こちらで4時半に、集まって乾杯したいと思います。それと、6時に、8時に、国立の地球屋さんで、おちょこさんの久しぶりのライブがあるので、その後よかったら、合流しましょう。とりあえず、タコ屋 の仮の予約を入れたいので、行かれる方ちょっと集計取らせていただきたいと思います。4時半から
4時半から、タコ屋で、乾杯、安い飲み屋さんです。つまみ美味しいです。ジョインしようっていう人はどれぐらいいらっしゃいますか。はい、はい、はい、ありがとうございます。まあ大体ね、残って行こうかなと思えば行ったりしね。あの、この時間なんで空いてると思いますから、まあ適当にやりましょうよね、その辺はね。はい、あと本当に何でもいいんですけど、あれば来ればな。うん、じゃあもうおしまいしますね。はい、じゃあお疲れ様でした。はい、また半年後に集まれたら集まりましょう。